どうも皆さんこんにちは、渡辺です。今日はですね、これやってます。遅れ毛の出し方です。で、遅れ毛の出し方って言っても、今回はちょっと3つポイントがあって、まずは小顔に見える、もう1個は立体的に見える、動きがあるようにね。で、もう1個は色気があるように見える。この3つでやってます。じゃないと、まあなんか出した時に結構なんていうんですか、疲れ切って見えるっていうことが結構皆さん多いかなと思うので、この3つのポイントをやれば色気がある遅れ毛の出し方になりますので、ぜひ気になる方、よかったらこの動画見てやってみてください。それでは動画をどうぞ。まず遅れ毛を出す時に、こうやってゴムを結んでから、遅れ毛を出すと、こうちょっと引っかかったりとか、出した時にいらない毛もこう出てきたりとかするので、個人的にはあんまりおすすめはしません。まずはじめに溶かして遅れ毛を出す量を決めます。だいたい前髪の横あたりで、できれば前髪とこうまとめた時にこの隙間を隠すような感じで遅れ毛を下ろしてあげるとベストかなと思いますので、この幅は結構個人差が出るかなと思うんですけど、あんまりこう太めに落としてしまうと結構前から見た印象がボテッとしてしまうので、なるべく薄めの状態で、なおかつちょっとこの辺が隠れるぐらいの量感を出すようにしてください。次にコテを使います。今回は26ミリのコテを使っていきます。今回取った幅がだいたいこう横に広げると、まあ2センチもいかないぐらい、 1.5 センチぐらいの幅かなと思うので、これを2つにだいたい分けます。分けた髪の毛をコテで中間から、ここがポイントなんですけど、縦に入れます。縦に今回は外巻きに入れてますね。で、中間から1回転だけさせて、そのまま滑らしてきます。もう一つの毛束も同様に、中間からもう一回外巻きですね、入れて1回転だけさせて、そのままスーッと滑らしてきます。この巻いてる時に、できれば片一方の手で毛束を持ってると綺麗にツヤっぽく巻けます。巻き終わったら、この毛束をもう半分ですねにほぐして広げていきます。巻いた後、こうやってちょっと毛束がなんかパサつきというか、細かい毛が出てきたりとかするので、今回はリレーのフリーバームをつけていきます。こう指先にバームをちょっとなじませて、でそのままなぞるように指でつけてあげるとベストかなと思います。あまりこう手のひらとか全体につけてしまうと結構つけすぎちゃう可能性があるので、指にこう人差し指とかになじませた状態でなぞるようにしてあげると綺麗に収まってきます。最後にスプレーで毛束を取って、下から上にちょっとずつかけて固めていきます。あまりなんかバリバリ固めすぎてもダメかなと思うので、少しまとまりが出る程度に固めていきます。こんな感じで仕上がりました。色気のある遅れ毛の巻き方になります。よかったら参考にしてみてください。ポイントはやっぱりコテを縦で巻くことと、あと、縦に巻いたやつを横に広げる、そのことによって縦で巻くことによってこう縦長になって、こう顔のこう収縮効果というか小顔に見えるのと、でもそれだけじゃ立体感がなさすぎるので、横にそれを広げてあげる、それだけで小顔効果と立体感で色気がある遅れ毛の出し方になりますので、結構覚えておくと使える方法になるかなと思いますので、よかったら皆さんこれでやってみてください。それではまた皆さん
会いましょう。さよなら。Thank you.